もともと住んでいたのがこの辺って言っても東京都八王子と立川の間の日野ってところが一番長いんですが、その辺に住んでいて、馴染みのある表現手段が身体表現ではなく地図だったと、4歳ぐらいから地図を見たんですかね。なので、何よりも何々レンジャーよりも地図の方が馴染みだったということで、まあ、ごっこですね。で、ただ大人は基本的にやりません。古橋さんと私が今からお花屋さんごっこをやるかって言ったらきっとやらないんですよね。なぜかっていうと、花などの品物と金銭を店員と客が交換するって言えばわかるし、家族はいろんな形があるので一概にこれとは言えませんが、夫婦や親子で一つの家に住み、寝食を共にしコミュニケーションをすることが多いと言えば大人はわかります。あえてそれを自分の体や手で再現するなんてことは大人になるとなかなかないんですが、幼少期は割とそれをやります。最初小学校1年生の時に 1+1 は2みたいなのをやったのを覚えているんですが、10個の木のブロックがあって 1+1 は2になったっていうブロックで手で組み合わせて2を作った記憶があるんですが、そんな感じで自分の手で再現することで実感を持ってつかめるっていうのが幼少期の学習法です。なので、都市で多く喜ぶ、起こることとして、古い町って小さな建物が密集してて、小さな建物の周りには細い道が曲がったり、非常にまっすぐな道でもくねくねに、屈曲した網の上をやっているとか、あるいは再開発されたビル街って大きな建物が並んでいて、ただ大きなものは密集とは言っても、ビルとビルの間は空いていて、それを太い道が取り囲む網目模様になっているみたいなのがよくある町の模様としてありますが、と言ってなんか大人は大体そうだよねって思うんですが、それってどういうことどうなのということで実際に作ってみようとしたのが空想地図です。他にもですね、例えば温泉とか町とか、皆さんぐらいの年の女子大生が温泉行こうっていう流れが時々聞くんですけど、別に腰痛いわけでもリウマチとかでもないわけですよ。で、そんなに養分が必要なのかっていうとそうでもなくて、つまり温泉というよりはこの山で囲まれた普段の日常と離れた非日常っていうのが多分温泉の内訳なんでしょうね。そうするとみんなが行きたいっていう温泉の内訳に、その温泉地って多分旅館はあるんです、お土産屋物屋さんもあるんです。ただその中に分譲住宅とか高層マンションとかそういうのはないんですね。普段の日常とは離れた、夜7時になったらご飯を食べて鍋つついてあとは寝るだけっていういつもと違う時間を過ごしながらする話が面白い。それを味わいに行きたいっていうのが温泉に行きたいの内訳なんじゃないかなというふうにいろいろ思いました。町っていうのも何があると町なのか、町ができるとその町の周りはどうなるのかっていうのを自分の手で再現してみたいというか、そういうふうにしてどうも私は世の中を理解していったんだと思います。はい、空想地図はシミュレーションです。例えば駅を描いたとします。ホームがたくさんあっていろんな電車が発着するんだねと。で、そうってことはここにはたくさんの人が集まるからこんなに電車がたくさん来るんでしょうし、ホームがたくさんあるんでしょう。さて、人がたくさん集まった後その人たちはどこに来るんでしょう。たときにその人たちが集まりそうな場所、大型商業施設がきっと駅に隣接しているはずでしょうと。まあ、このぐらいの規模だと百貨店1店、専門店ビルが3店くらいでしょうと。町田はそんなもんですかね。で、その周りは何だろうということで、まあ、そこで終わるわけではないので、その周辺、どこに歓楽街があって、どの辺に飲み屋街、どの辺にビジネス街があって、どの辺に地元の人が行くような、お店、不動産や美容室、そんなのがあるのかということを考えていきます。で、どんどん周りに行きます。なんで逆にこっちにそういうのが多いのかな。こっちが、ちょっと次に、こっちの駅、この図の右側に歓楽街専門店がいるんですが、左側が雑居ビル、食料品、不動産のってことは、こっちが、左の方が住宅地、右の方がもっとより大きな町がある感じ
古くからの街が右側にあるから神田とか人が右側にやってきて、後でできた出口というのが左側みたいですね。そうすると、そういう地域住民が必要とするようなお店がたくさんあるっていうのが左の方でしょうと。じゃあどうなってるのかなと、その周りを想像します。つまりこの駅、今書いていた駅の元の右側にもっと古くからの街があり、だん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 街が広がっていて、こっちが住宅地になっていたと。で、こっちが住宅、こっちの住宅地が増えてきたから、こちらも、西口の方向に広がっていたんじゃないかということで、一個の場所を書くときにその周りはどうなってるんだっていうことも言うことです。つまり、一つ一つの、町だとか地域を書きながら、その外側はどうなってるんだろうの繰り返しです。なのでよく聞かれるもう一個の話ですが、空想地図、私の理想の都市を書いているのかとよく聞かれます。全然そうじゃなくて、まあ今書いてるあの町住みたいかって言われたら、まあどっちでもいいかなっていうそんなに進んで住みたい町ではないですし、もう皆さんにこのおすすめかって言われると、まあ特にこう強くおすすめするほどの町ではない普通の町です。で、次は 何なのかっていうと、理想都市ではない現実的な都市のシミュレーションです。理想の追求は小学生のうちに飽きます。実はこの空想地図っていうのを、架空の地図を書いていた経験がある人、この中にどこにいますか。書いてる途中にすまないね。あ、ちらっと上がったような上がってないような感じですね。あ、なるほど。意外といますが、皆さんそのことを恥ずかしくて言わないで、みんなそんな人初めて会ったって言うんですけど、そんなことないと思います。私の目論では、各学年に、中学校の各学年に多分1人はいます。ただその人が片言に言わないです。はい。で、小学生のうちまでは理想の追求をします。多くの場合、例えば鉄道が好きな場合は鉄道をたくさん書くし、街が賑わっているのが好きな人は街を書くし、歴史が好きな人は城下町だとかお城の様子を細かく書くみたいなことをします。で、私も小学校の時は、街中が賑わっている様子、例えば路面電車が来てどういうふうに商店街があってっていうのが気になってたので、そういうのを書いてましたが、だいたい自分の求めるものが分かってくるんです。あ、こいつこういうの好きだなっていうのが自分で分かってくると、もうやることはなくなります。ただなかなか終わらない追求っていうのは現実です。現実の街ってどうなってるかっていう探求は結構終わらないもので、そうするとうまくいかない日常のせめぎ合いこそ興味深く愛おしいものです。実際にやってるのはあらゆる他者になりきることです。例えば他者の合理性の例です。ある人は東京の街、木造密集住宅は火災予防の観点から全壊すべき、全部壊して高層ビルにすべきという人がいます。これを一つのビル化する正義としましょう。もう一つ、木造密集住宅こそ街の風で、既存の街を壊すビル化は反対という木造密集の正義というのもあります。この2つ相入れませんね。で、東京の街はどうなっているかというと、この2つの正義がマーブルに交わってできています。例えば中国だと、ビル化する正義で全て上書きすることもできます。と言ったら止められるようなところなので、まあ、そういう意味では完全にビル街になったし、市街っていうのもあります。で、一方で、ビル化する正義っていうところまでお金的にも技術的にも、いかないところは、古くからの住宅がずっとあるよっていうような国や町もあります。でも、まあ、多くの、まあ、東京に限らず多くの町で割とこの2つは混じり合っています。で、他にも例えば地価が上がって喜ぶ人と上がって悲しむ人といます。土地を持っている。